パルテノン神殿アレオパゴスとアクロポリスの再現、レオホンクレンツェ、1846年アテナイのアクロポリスは、世界で最もよく知られているアクロポリスである。ギリシャには多数のアクロポリスがあるが、アテナイのアクロポリスは、一般的にアクロポリスで通じる点に意義がある。2007年3月26日、アクロポリスは、 正式にヨーロッパの文化遺産リストに卓越した遺産として発表された。このアクロポリスはアテネの海抜150メートルの平らな岩の上に立っており3ヘクタールの面積がある。最初のアテナイの王、ケクロプスにちなんだスクローピアという名でも知られていた。最古のものは新石器時代まで遡るが、新石器時代初期のアッティカでの居住が記録されている。 未経年文明のメガロンが青銅器時代末期に丘の上に立っていたことはほとんど疑いない。このメガロンは木造であったため、おそらく一つの石灰岩柱といくつかの砂岩の階段を除いて残っていない。宮殿が建てられたすぐ後、あと長さ760メートル、高さ10メートル、幅3.5メートルから6メートルの大きな炎上の壁が建てられた。 この壁は5世紀までアクロポリスの主な防御施設として使われた。壁は大きな岩のブロックとインプレクチンと呼ばれるモルタルで固められた2つのパラペットで構成されている。また、自然な輪郭に従い斜めに門を設置する典型的な未経年文明の監修に従い、パラペットと塔が侵入者の右手側に伸びており、簡単に防御することができた。 丘の北には岩を切った狭い階段から構成される、劣った侵入路もあった。ホメーロスはエレクセウスの館に言及した時、この防御施設を参照したのではないかと言われている。13世紀以前の何回かの地震は、アクロポリスの北東端の近くに割れ目を作り、この割れ目は井戸が掘られた柔らかい泥街道の床を35メートルほど引き伸ばした。 階段の成功な組が建てられ、井戸がミケーネ文明時代のいくつかの部分で包囲された時貴重なだけでなく、飲料水の源を守るために使われた。アテネのアクロポリスの上にミケーネ文明の宮殿が存在したという決定的な証拠は存在しないが、同じような宮殿があれば、後のアクロポリス上での建築活動に伴い移植されたのだと考えられる。 古代以前でのアクロポリスの建築学的外観はあまり知られていない。紀元前7、6世紀のカイノニアンの反乱とペーシストラトスがクーデターにより政権を掌握しようとした時にかい、この場所はそれらによって接収された。アテナに捧げられた神殿が紀元前6世紀中期に建てられた。この石灰岩の道理屋式建築物は多くの遺物が残っており、髭が 聖国に塗られた三つの体を持つ、蛇男の彫刻にちなんで、ブルービアード神殿と呼ばれている。この神殿が古いものを置き換えたのかどうか、もしくは単なる聖域や祭壇なのかは知られていない。紀元前6世紀後期にはさらに違う神殿が建てられ、アルチーオズナスと呼ばれた。ブルービアード神殿がどこに建てられたのかは、知られていない。これには、 デュルペフェルドの上に建てられたという説、現在のパルテノン神殿の場所に建てられたとする説がある。とは言うものの、ブルービアード神殿とアルチーオズナスが共存していたとする場合それは不明だ。ブルービアード神殿が解体された時点において問題を曖昧にするのは、新しく壮大な大理石の建築物である初期のパルテノン神殿が、 紀元前490年のマラトンの戦いでの勝利に伴って着手されたことである。これに対応するために、頂の南部分から古い遺物が取り除かれ、ピレウスの石灰石でできた2色のブロック8000個を加えることで平らにされた。基礎はいくつかの点で11メートル深く、溶壁によって土が台の上に満たされた。紀元前480年に、 ペルシャ人が襲撃した時、初期のパルテノン神殿は建設中であった。建物は消失し、アルチイオズナスと実質的に岩の上にあった他のすべてのものが役立された。ペルシャ人の危機が去った後、アテナイ人は多くの未完成の神殿の資材を合わせ、アクロポリスの北に新しいカーテンウォールを建築した。これらは戦争記念碑となり、 今日においても見ることができる。荒廃した現場は破片が取り除かれた。彫刻、宗教的な捧げ物と修復できない建築物の資材が初期のパルテノン神殿の周りに人工的な大地を作るために丘にいくつかの深い穴を掘って盛大に埋められた。このペルシアンデブリはアクロポリスを発掘するにあたり考古学的に豊かな埋蔵物となっている。 プロピュラやエレクテオン重要な神殿のほとんどは、アテナイの黄金時代の間に、ペリクレスの指導のもと再建された。偉大な、アテナイの彫刻家であるペーディアスが葬式を取り、イクティノスとカリクラテスという二人の有名な建築家が、この再建に責任を持った。紀元前五世紀の間に、アクロポリスは最終的な形を手に入れた。 紀元前466年のエウリュメドン側の戦いに勝利した後、キモンとテミストクレスは北側と南側の壁の再建を命じ、ペリクレスはパルテノン神殿をイクティニストカリクラテスに委ねた。紀元前437年、ムネシクレスはペーシストラトスによる古いプロピュラヤを一部建てました。壮大な大理石の柱を持つ門であるプロピュラヤの建築を開始した。 これらの中楼は、ほぼ432年に完成し、二つの翼を持っており、北のものは、写真ギャラリーとして使われた。同時に、小さなヨニア式のアテーナーケ神殿として、南のプロピュライアが建築され始めた。ペロポネソス戦争による、作業の休止が発生した後、神殿はニキアスによる、紀元前421年から、 紀元前415年の平和の間に完成した。同じ時代の間に、ポセイドン、エレクセウス、ケクロプス、ヘルセ、パンドロソス、アグラウロスといった、アテナポリアズの神殿を含む、エレクテオンの建築が始まった。これポーチとも呼ばれる。アテーナ二系神殿と、パルテノン神殿の間には、アルテミス・ブラウロニアの聖域、もしくはブラウエルナイアンのテメノスがあり、神は、 熊として創造され、ブラウローンの都市区において崇拝されていた。古代の神のソアノンとプラクシテレスによって、紀元前4世紀に作られた像は共にこの聖域にある。プロピュライアの後ろには、ペイリアスによるアテナプロマコスという巨大なブロンズ像が、紀元前450年から448年の間に建てられそびえていた。基礎は1 5メートルの高さにある一方、 像全体の高さは9メートルであった。神は、金メッキされた槍を持っており、左には、ケンタウロスとラピテース族の間の戦いを想像した、ミーズによって飾られた大きな盾を持っていた。チョーク・アザック、パンドロ・サイエン、パンジオン、エッサンクチュアリー、アテナイの祭壇、ゼウス人の聖域、ローマ時代からは、アウグスティス、ローマの丸い神殿といった。 他の遺物はほとんど現在も見える形にはない。ヘレニズムとローマ支配下の時代、多くの現存する建造物が、経年劣化と幾度かの戦争による損傷から修理された。特に、アッタロス朝の王たち、アッタロス二世やエウメネス二世といった外国の王の記念碑が建てられた。これらは、初期のローマ帝国時代に、アウグストゥスとアグリッパにそれぞれ捧げられた。 エウメネスは、南斜面の中老の建設に責任を持った。これは、アゴラの下にあるアッタロースのものと似てなくもない。ユリウス・クラウディウス町の間、パルテノン神殿から23キロメートルのところにある、小さく丸いローマとアウグストゥスの神殿が、この大地の上で最後の価値ある建設となった。同じ頃北斜面では、洞窟の中に、同じようなものがパーンへと捧げられ、 アルコンが就任時にアポローンに捧げた場所に聖域が設けられた。次の世紀、南斜面にはヘロディス・アッティコスがオデオンを建てた。3世紀のうちにヘルール族の侵略の脅威よりアクロポリスの壁は修復され、ボイレゲートがプロピュライアの前の入り口を制限するために建設された。これによりアクロポリスは要塞としての使用に戻った。 ベネツィアによる、方位、1687年ビザンティン時代に、パルテノン神殿は、聖母マリアに捧げられた教会にされた。アテネ公国の元アクロポリスは、パルテノン神殿、公爵の宮殿の一部のプロピューライアと共に、行政的な中心としての機能を果たした。フランコピルゴーズという、大きな塔が加えられたものの、19世紀に破壊された。 オスマン帝国による統治後パルテノン神殿はトルコ軍の守備隊の司令部として使われエレクテオンは総督の個人的なハレムへと変えられたアクロポリスの建築物は1687年のベネツィアによる包囲による損傷で傷ついた火薬の貯蔵庫となっていたパルテノン神殿は大砲による攻撃によって燃え激しいダメージを負った アクロポリスの入り口は大きな価値のある門となっており、プロピュライアと呼ばれる。入り口の南には小さなアテナ二系神殿がある。アテナイの聖堂像はペーディアスによって掘られ、最初はこの中心に立っていた。アクロポリスの中心にはパルテノン神殿が立っている。入り口の東とパルテノン神殿の北にはエレクテオンとして知られる神殿がある。 アクロポリスの頂上を形成する高台の南にはディオニューソス劇場と呼ばれる屋外劇場がある。数百メートル先には部分的に再現されたディオニューソス劇場がある。すべての貴重な古代の遺物は南斜面のパルテノン神殿から260メートルのところにあるアクロポリス博物館に保存されている。アテナイのアクロポリスの見取り図、パルテノン神殿。 アテナ神殿エレクテオン、アテナプロマコスのゾープロピューライアーテーナーニーケ神殿、エレウシニオン、アルテミスブラウロニアの聖域カルコテケパンドロセオン、アリフォリオンアテナの祭壇ゼウスポリエウスの聖域。パンディオオオンの聖域ヘロディスアッティコス音楽堂、エウメネスの中老アスクレペオン、ディオニューソス劇場アテナイ音楽堂、ディオニューソス劇場。 アグラウロス制度1975年にこの事業は始まり、間もなく終了する。この修復の目的は、経年劣化、汚染、戦争による破壊、過去の間違った修復を直すためであった。これは、アクロポリスとその斜面から残った石を小さなものまで集め鑑定し、できるだけ元の素材で修復させようとする試みである。すべての修復には、 チタンののの釘がが使われれてており未来の専門家が変更するるるためににに完全に戻せるように設計されている最先端の近代技術と古代の技術の広い分析と再発明が組み合わされ使用された。17世紀のベネチア人による砲撃によって大きく破壊されたパルテノン神殿の中楼は間違った構成を再配置して復元された。プロピライアの屋根と 床は新しい大理石によって作られた屋根で一部分が修復され、オリジナルのような青と金の挿入物で装飾された。アテーナ2景神殿は残っている完全な部分を適切に再配置するまでの間にあり、唯一いまだ完成していない建築物である。合計2675トンの建築物材が修復され、そのうち686個の石が 元のものであり、905個が新しい大理石で継ぎ足され、186個は完全に新しい大理石で作られた。合計530立方メートルのピレウス三大理石が使用された。4年ごとにアテナイ人はオリンピックと人気を競うパナテナや祭りという祭りを続けていた。この祭りの間に行列がアテネの中を通ってアクロポリスへと上り、 パルテノン神殿へと入っていた。そこには大きなウローリモノの礼服、ペプロスが儀式に従って、ペーディアス作の大きな像下と金のアテナ像に置かれていた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。